いやってみて。違う。つまりが、まあ、まあまあ引っかかりがあるって人。ちょっと、どっちが、あ、じゃあ、じゃあどっちでもいいんで、片足を手前に持ってきてください。そう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 、その時の引っかかりか、反対。あ、寄せてくるのはなんか、あれ？ほんま右の方が引っかかるはずなんですけど、こっちの方が筋肉。こっちの方が今筋肉いい？なんで足やったから？あ、かな。右がいつもは開脚するとこかってなるんですけど、はい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 、今日は左の、もう一回もう一回もう一回ゼロから、はい、うん、あれ、はい、もう一回です。やっぱり左、左、うん、ちょっと一回ごめんね、うん、あー、はいはいはい、わかりやすい。うわこっちが背中が重い。この特に上背。もう一回左。もう一回ちょっと。あ、この場所。もう一回。ここ。もうちょい楽やろ。はい、ちょっといく。だから背中のこの背だから足から股関節動きやすいリーチもできるし、じゃなくて上半身背骨からそのリーチもできると。で、背骨周りがこう上げる瞬間に緊張するんですよ。で、本当はまあ、自分でやってもいいし、これは必殺テニスボールっていうのがあるんです。テニスボールをこの上背部、背骨のちょっと横凹凸器らへんに置いてもらって、置いたまま「イタタタタ」っていう感じのまんま上げてほしい。ああ、うん、そこに置いたまま挟んだまま、うん、ほんでどこが一番足上がりやすくなるかなって検証してほしい。で、自分はそうやけど、人もしかしたら違うかもしれないから、なんやけど、僕やったら大体情報ね、上背部がやっぱ硬くなる癖が強かったから、ここの緊張を取ったら足が上がりやすかったんですよ。